高倉徳太郎、高倉徳太郎、高倉徳太郎、1885年4月23日から1934年4月3日は、日本キリスト教会の神学者、牧師、上村正久の後継者。京都府イカルカ郡綾部町技南西町101番地に、生まれる。父は、高倉平米、母はさよ、平米の養産の仕事による不在と、 夫のキリスト教信仰のために、母さよは、夫と子供を捨てた。その時と北郎は5歳だった。1903年9月金沢の四校、現金沢大学に入学し、西田北郎の三三塾に入り、1906年6月、卒業。最も愛すべきものは事故なりと書いた。綾部の日本組合キリスト教会牧師の次女、内田三恵に恋愛感情を持ち、 結婚を考えるようになる。この少女は、綾部一の霊顔だった。やがて婚約式を挙げたが、裕福な商家の長男で秀才の誉れ高く、外交官、政治家としての将来を嘱望されていた高倉が、立身出世の望みを捨てて牧師になろうとしたとき、貧乏牧師の妻にはさせないという三重の母から、婚約破棄された。1906年12月23日の、 クリスマス礼拝の日、富士見町教会にて、上村正久牧師から受選。上村牧師から十字架の説教を聞いた高倉は、三美歌八十一番を歌った。私は歌っていくうちに泣けて、仕方がなかった。ことに、十字架の上より差し来る光、踏むべき道をば照らして、今日を追う。というところに来て、十字架の救いが、本当に、魂の奥に徹したように感じた。 キリストの十字架さえあれば何もいらないと思うたので、あった。だが、その後に十字架の救い、キリストの神聖、神の存在を疑い、自我の問題に苦しんだ。同年東京帝国大学に入学するが、中退、1908年東京神学者、神学専門学校に入学し、1910年6月、卒業を。卒業論文は、フリードリッシュラ・イヤマハーの宗教論。 1910年志願兵として入園し、1911年11月、除隊。神学校卒業後に、富士見町教会伝道士となる、新学者の校長、植村正久より長校に入っていた、セラ先行を紹介され、1912年5月2日、植村牧師の指式により戦士と結婚。セラ家は、苦行の家柄だった。 1912年12月29日に暗種礼を受ける。東京進学者で教鞭を取る。その後1921年から1924年にかけて留学し、エディンバラ大学、オックスフォード大学で進学研究。日本に帰国後、上村の後を継いで東京進学者校長。高倉牧師は、富士見町協会のブルジョア的体質を激しく批判した。 1924年6月1日に始まった家庭集会から富山教会、現日本キリスト教団品の町教会を創立した。富山教会には多くの青年、学生が集い、卓越した説教者である高倉牧師の説教に耳を傾け。1925年1月8日の上村正久、牧師の焦点を後継者問題から富士見町教会にて、 分裂騒動が起き、1927年、富士見町協会より、富山協会に、約100人が展開する。福音新報は、富士見町協会員の決裂と題する記事を載せて、高倉徳太郎牧師らを非難し、無教会主義者らに外貨を上げさせたくないと書いた。内村鑑三は、その心配は杞有であるとし、今回の不幸に対して、外貨を上げる存在がいるとすれば、 教派を同じくする日本キリスト教会の内部にいると書いた。小野村林蔵牧師は高倉徳太郎とその弟子たちに対して激怒し、東京神学者の神学生は誰一人北海道に入れないと抗言した。内村の後継者と目された藤井武氏は藤見町教会を批判した。富山教会は1930年9月、品野町教会となる。 1930年東京進学者は、明治学院進学部と東北学院進学部と合併し、日本神学校になる。校長は、川添万寿徳で、高倉が教頭に就任する。桑田修の上村玉らが教師になる。その後、高倉牧師は、多忙極め打つ病を発症し、1934年4月3日、自宅にて自殺する。 高倉の進学は、上村正久から連続するものである。彼は、上村と同様に、聖書の無誤性を否定し、我らは、聖書のゆえに、キリストを信ぜず、聖書において、キリストを見出せしゆえに聖書を信ずるという、マルチンケーラーに同意した。聖書は神に関して、我らに教える書ではなく、生ける神そのものに直面せしめ、その実在に目の当たり触れしめる書きである。 聖書において、我らに迫り来る神は、絶対他者としての生ける神、我らの罪を裁くことによって、これを許した、猛聖なる父である。聖書は神に関する真理を干渉せしめるよりも、むしろ生ける、贖がないの神そのものを罪ある我らに経験せしめる、ものである。聖書において真に神を知るとは、罪許されて、神との交わりに入ることに他ならない。かかる意味で、聖書は、 神の言葉である。預言者や使徒をして、神のことを語らしめし同じ御霊が、現在の我らを導きて、聖書において、神のことを確信せしめるのである。生まれながらの人にとっては、聖書の言は単に人のことであって、特にこれを神のことと認めることはできない。これの知るべと厚き祈祷のみ、人の手となりし、聖書を同時に神の書としてあがめしめるのである。 上村の教会主義に対しては高倉はより個人的な傾向を持っていた。高倉は音調を神学的に明確にしたと言われ、日本の神学史においては、一つの新しい到来と評される。諸女作、音調の王国では、自我の問題と神の音調が語られている。帰り見て私は自我に染め、自我に苛まれて、ここまでやってきた。私は、生来本当に血んで、 生き地なしである、思いやを引きずって、ようやく恩寵の殿までたどり着いた。私のようなものでも、いな、私のような、醜い、弱いものだから、キリストは手を取って、恩寵の殿に手引きしてくださるのである。まだまだ私は、恩寵の王国の民とはなりきっていない。しかし、中心の願いは、主の恵みが私の魂の底まで染み通ることである。どうかもっともっと深刻な恩寵の体験を、 授けられたいと祈ってやまぬ。この旧セル自我に活路を与え、新天地に、これを飛躍せしめる者は、温調を他にしては断じてないと私は確信する。高倉は、カール・バルト以前のバルトと言われたピーター・ホーサイスの、進学の感化を受けた。藤屋の三階で、ホーサイスの著書に沈遷し、福音主義の本質を彼によって力強く鮮明に、され、 プロテスタント教会の意義と教会と進学との因縁の重大なるゆえんをつかむことを教えられた。歴史的信仰によって立つ教会のあるところに進学はあるのであり、ホーサイスは教会及び国家における進学の序文に進学なきところ、教会なしと言っている。今の日本のキリスト教会においては弱々しい、センティメンタリズム、先迫なユーチリタリアニズムが横行して、 神学の真の意義が認められていない。真の神学のないところに、実は力強い信仰もないのである。高倉は、教会の純粋性を求めようとし、富山教会と共に、高倉の信仰は進展した。要するに、教会の問題は寮にあるのでなく、質にあるのである。教会はいくら寮において増していっても質において、失敗であるなら、 はじめからやり直すべきものと信じる。現代の祖国において、神の求めたまう教会は、分量においてでなく、信仰の素質において、純なる教会であると思う。キリストと、その十字架の食材的真理に立って内なる交わりが、なされ、妥協無なき福音においてのみ連動が励まれる、教会に、神の国は託されている。恐るるな小先群れよ。何時らに、 お国を賜うことは何時らの父のお心なり、ルカ十二時三十二分、我らは小崎群れたるを恐れる必要はない。ただこの小崎群れのうちに、主の福音が果たして徹底的に生かされているかどうかを午前に、帰り見て恐れなければならない。九百三十年九月二十八日品の町、教会見道式。自分の福音的信仰は、 富山教会と共に進展していったと言ってよい。主の十字架の恩寵が究極の実在なることは分かっていた。しかし十字架の恩恵に砕かれたるものが必然に証明の生活に追いやられるとの真理は富山教会の教会生活の実践において初めて体験せしめられたものである。神の言葉と精霊との必然関係の認識もキリスト教を良心宗教として 終末的な新検査において体験することも、富山教会に奉仕することによって許されたのである。彼はブルンナー、ゴーガルテン、アルトハウス、ハイムラの弁償法神学を福音的信仰とみなし、日本のエキメニカル派の進学を大きく規定した。とはいえ、高倉徳太郎の主張がそのまま受け入れられているわけではない。長男の高倉トールは、 日本キリスト教団の牧師となった、品の町教会の公認の巻栄者は、福田正俊牧師である、高倉牧師に指示した、腰落ちから牧師が電気を書いた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。